はい、ハードや。ピーね、不幸になれ。お祈りメールに暴言を吐く心ない学生も、人事が本当に困ったヤバい就活生トップ3ということで、はい、ヤバヤバ就活生やっていきましょう。これね、本当にあるんよ。本当にね、いろんなとこから聞いているので、そちら紹介していきたいと思います。で、これね、最近はいろんな人と会うようになって聞くんですけど、就活生だけじゃないですね。アルバイトする人にもこれすごい当てはまるんだって。バイトの面接でもすごい問題が起こったりとかしてるというのを、まあ、これと同時に話していこうかなと思います。はい。まず最初のやつが、オンラインで面接した男子学生はどうやら下半身はスーツを着ていない様子、上だけスーツなんだね。そこで面接の終わりに最後に立って挨拶しましょうと促したところ、やっぱりパンツ姿でした。どんな言い訳をするのかと思ったら、寿司三昧ポーズをして元気よく、本日はありがとうございましたと挨拶。これに笑ってしまいました。なるほど、隠してるのか一応。7月上旬で企業の採用活動も竹縄、全国の企業で採用選考が行われていますと。近年学生がしっかり就活対策をした上で選考に臨むようになっており、人事が頭を抱えるヤバい就活生は少なくなったと言われます。ただ就活生の中には社会人経験がないゆえに奇抜なことをする学生もいるはず。実際のところはどうなんでしょうか。今回は大手企業の人事部門担当者に人事が困ったヤバい就活生を聞いてみましたと。はい、実際起こったことなんですよね。1970年代、男は黙って札幌ビールという CM が流れていた頃、ある男子学生が札幌ビールの採用試験を受けました。その学生は無言のまま面接官の質問に何も答えません。怒った面接官がどうしてずっと黙っているんだと聞くと、男子学生は男は黙って札幌ビールと答えたそうです。この学生は内定をもらったが辞退したと言われています。真偽不明の都市伝説です。人事担当者に実際こうした受け狙い系の就活生がいるのかどうか尋ねました。近年このタイプの就活生は激減しているとのことです。あるよ、実際受かった人とかの話で。なんだっけ、みんながスーツだけど一人だけ全然違う格好で行って、なんか結構セクシーな格好で行っても全然違うので行って、それで合格したっていうね、人の話は聞いたことがあるっていうか、まあ実際その人から聞いた話ですけど、受かったなんていうねこともあるわけです。人事担当者に実際こうした受け狙い系の就活生がいるのかどうかを尋ねました。近年このタイプは激減しているとのことでした。平成の終わりまでには受け狙いで一発芸や一発ギャグをかます就活生にたまにお目にかかりましたけど、ここ数年全く見かけません。もはや絶滅危惧種だと思います。今の学生は非常に冷静かつ現実的なので、受け狙いをして実際に受けても内定は出ないと分かっています。体育会系や芸術系の学生は分かりませんが、一か八かで無駄な受け狙いをすることはまずないですね。今回ハプニングとはいえ、寿司三昧ポーズを披露した就活生を見ることができたのは奇跡と言えるかもしれません。うん、まあ、あとね、聞いたことあるのは、まあ、あるアナウンサーですね。まだ現役でやってますよ。人気のあるアナウンサーですけど、彼が、まあ、某塾の講師だったんですよ。で、その人が授業をして、面接で。それで受かったっていう話は、その塾の先生っていうか、研修してる人が言ってましたね。うちは、あのアナウンサーが出た塾なんですよって言って。そう。で、あのアナウンサーはね、面接の時に授業をして、それで合格してるんですよって言ってた。なんかものすごい人気で、国語の先生だったのかな?すごい人気だったんだよって言って、もう、授業もパンパンで人がって言って。まあ当時、ちっちゃい塾だったんですけど、そこまで大きくなかった塾ですけど、大人気の先生でアナウンサーになった。次に、就活生が受け狙いをしなくても自然に奇抜な行動をしてしまうことはあるでしょう。このタイプを天然系と呼ぶことにします。ある物流会社での出来事です。最近円安が進んでいますが、円安は当社の業績にマイナスに作用します。その理由は説明してもらえますか。男子学生。円安になるとドルベースの輸出価格が上がり、いや下がり、あれ輸出は関係ないですね。すみません、よくわかりません。何を言ってるんだ。はい。その後しばらく面接が続き、所定の終了時間が近づきました。では最後に何か聞いておきたいことはありますか。男子学生。円安が御社の業績にマイナスに作用する理由を教えてください。なるほどね、面白いね。面接官が理由を説明すると、疑問が晴れた男子学生は嬉しそうな表情で試験会場を後にしました。こうした天然系の就活生はいつの時代もある程度います。ただ数としては減っているようです。まあ天然系で受かる人はね、受かるしね、まあ周りでも受かってたしね、 JAL に合格したりとか ANA に合格したりとかする人でも、すごい天然系だなって思ってたけどね、今この動画見てたら、天然だと思われてんのって言われちゃうかもしれないですけど、どちらに受かった人も、同期でどっちに受かっ
った人も、アナの人も、ジャルの人も、すげえ天然だなって言われてた人だった。先日ある女子学生がライブ会社の商品を当社の商品と勘違いして大絶賛していました。面接の最後に勘違いに気づいて、すみませんでしたとにっこり笑って謝りました。こういう微笑ましい就活生にお目にかかることは減りましたね。面接をしてこいつ面白いなと思う就活生はだんだん減っていますね。就活本とかで面接の NG 集が出回っている影響かと思います。いい意味でヤバい人材と出会うことが人事の仕事の楽しさなんですがね。まあ、確かにそうだね。学校とかのその面接も聞くもんね。面白い人が出てきて、それが楽しいって言ってた学校の先生もいますしね。お祈りメールにピーネと返信する就活生たち。受け狙い系が激減、天然系がやや減少しているのに対し、最近どんどん増えて人事担当者を悩ませているのが逆恨み系です。これはね、聞きます。はい。本当に多い。今回多くの人事担当者がお祈りメールに関する悩みを打ち明けてくれました。ちなみにお祈りメールとは、就活生に不採用を通知するメールで、あ、そうなんだ。最後、今後のご活躍をお祈り申し上げますと締めくくるので、そう呼ばれています。へー、そういうことか。お祈りメールに対して何割か返信が来ます。大抵ありがとうございましたという当たり障りない内容ですが、たまに不採用、納得できない不採用の理由を説明してほしいとしつこく食い下がってくる学生がいます。いるでしょうね、これはね。今だって E メールでできちゃうからさ、気軽にできちゃうわけじゃん。昔はほら手紙とかさ、まあ電話であんまり不合格ですね、なかったかな。手紙だったらすごい時間かかってね、こう封して切って貼ってポストに入れてっていう時間もかかるし、お金もかかったけど、メールだったらもう瞬時に無料でできちゃうからね。便利な分そういうのが出てきてるよね。返信の内容が年々過激になっています。記者の皆様に不幸が訪れることをお祈りしますとか、ピーネと書かれたものもあります。不採用者にはメールを出さないように変更しようか検討中です。なるほどね、まあ、これ手紙だったらそれは、まあでもそうか、それぞれのやり取りがメールだと早いのか。そっちの方が合格する人だっているわけだもんね。確かにね。やばい親たちが人事を悩ませるケースも、はいはいはい、これですよ。これはね、聞くんだよ、いろんなところで。最後に番外編で就活生の親の問題。近年就活生の親が我が子の就活に介入して人事担当者を困らせているそうで。そうなんですよ、モンスターパレンツってね言われてきてもう久しいじゃないですか。それが今もう就活の場にもやってくるんです。そうなんですよ、学校だけじゃないんですよ。だから学校、予備校、まあ予備校で乗り込んできたこともありましたね。ありましたねって私も経験あるからね。あ、もう自分に乗り込んできたわけじゃないけど、乗り込んできた親知ってます。予備校塾に乗り込んできた。まあそれもね、学校とこう近い、近いって言っても高校卒業してんだけどね、6人だから。それでもそういうことする、そう、そういうことするってことはですよ、大学に入ってもそういうことするんですよ、その親は。だから採用でね、不合格ですってバイトですよ、アルバイト、まあ某塾のねアルバイトで不採用にしたんですよ。不採用にしたらドワーンってね来たっていうことがありました。それにめちゃくちゃ困ったと。今はもう本当にモンスターパレンツが塾のアルバイトにまでやってくる時代なんですって言ってね、そう、バイトにまで親がガーガー言ってくる時代になってるって言ってた。っていうことはさ、バイトに来るんだから、そうですよ、就活でもやってくるんですよ。ある男子学生と一次面接が終わった後、父親から自筆の推薦文書が届きました。その学生はかなりの高評価で二次面接を予定していたのですが、我が子を褒めちぎるその推薦文書を見て不採用に変更しましたある女子学生に不採用通知したところ、父親から抗議の電話が来ました。最初は冷静な口調でしたが、やがて激高し、よして判断したんだろうと難癖をつけてきました。そう、こういうのがあるんです本当に。それでも怒りが収まらず、当社の過去の不祥事を蒸し返したりして延々と罵倒していました。モンスターペアレント対策が採用活動の新たな課題かもしれません。人事担当者はいろいろなタイプの人を相手にしなければならず、悩みは尽きなそうです。結局冒頭の就活生はどうなったのか。ところで個人的に気になったのは、やばい就活生の採用不採用です。今回取材した範囲では逆恨み系はもちろん、受け狙い系も天然系も全て不採用でした。冒頭で紹介した寿司三昧ポーズの就活生は、窮地に追い込まれた際の対応としてはなかなか秀逸。採用しようという話にならなかったですかと尋ねた頃、人事担当者は即座に否定しました。この一件を人事部内で共有したところ、面白いやつだねとか、ほぼなかなかやるじゃんという感想でした。よし採用しようという意見はなかった。普通に不採用にしましたやっぱり世の中そんなに甘くない。やばい就活生を排除すれば、新人が入社後にトラブルを起こすというリスクを低減することができます。そうね。ただ結果として角が取れた学生ばかりを採用して、やがて企業は画一的な集団になってしまうのではないでしょうか。その懸念はありますね。経営陣からは尖った人材を、突き抜けた人材を採用しろと言われていますが、やばい学生を取ると後で配属先から文句を言われるので、やはり無難な学生を採用しています。なるほどね。それが現実だよね。まあだから学歴とかっていうのもね、当然
対象にされるわけですよ、審査の。学生の就活対策が進化し、面接で変なところを見せないということを徹底しているので、採用時に本人の性格や特徴をつかみにくくなっています。入社後に、あれ？こんな人だったっけ？と思うことがよくあります。経済学者シュムペーターによると、イノベーションの本質は、新結合の遂行。つまり、異質な考えが混じり合うことによってイノベーションが生まれます。自分たちとは、異質の就活生をやばいと排除する日本企業は、イノベーションが起こりにくく、成長発展しにくいと懸念されるのです。なるほどね。それはあり得る。はい。まあ、ちょっと残念だよね。ただまあ、わかる。人事だったらやばいやつを排除するっていうのはね、まあ否定できないですね。いや、そうね。昔やっぱ就活でね、もう自分は受かる見込みがない。っていう人が一発逆転をかけて普通じゃないことするみたいなのは聞いたよね。まあ自分の時代はそんななかったですけど、はい、その前の世代で不思議な人っていうのがいて、その一発逆転でバシッとハマって採用されるみたいなね、そういうのを期待してやったりするなんてことは聞きましたけどね。実際とかどうだったのかわかりませんが、はい、皆様どう思われますか。ぜひコメント欄でですね、ご意見お聞かせください。まあ、就活してないからね、自分自身はね。まあ面接とかいっぱいやりましたけどね、当然塾予備校でね。ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.